高さ12メートルの大きなしだれ桜、京都東山の丸山公園です。圧巻です ね。祇園しだれ桜と言われるこの桜は、昭和24年に植樹されて以降、京都の桜の名所として見る人を楽しませてくれています。また祇園白川では、石畳が続く京都らしい風情のもと、ソメイヨシノが見ごろを迎えています。近畿の桜は今日奈良市で満開となったほか、彦根市では今日開花し、近畿一円で桜の情報が出揃いました。京都に春を告げる都踊りが明日から始まるのを前に、大ざらいが行われ、祇園甲部の芸妓、舞妓51人が舞の流れを確認しました。コロナの影響で都踊りが開かれるのは3年ぶりで、令和になって初の開催になります。都踊りができることになってすごい嬉しいですね。初舞台を踏めることができたので嬉しいです。賑やかな京都都踊りが開幕するのとともに、皆さんにお楽しみいただければありがたいと思います。太平の世を迎えられるように祈りを込めた舞は、明日から京都南座で上演されます。ご視聴ありがとうございましたけど。